長氏は、武家、家族だった、日本の士族の一つ。野登の国人領主。畑山七人衆であるとともに、輝かの一つ。維新後家族に劣し、断尺家となる。はじめ姓は、長ではなく、長谷部であった。鎌倉時代、鎌倉幕府のご家人となった、長谷部神殿より始まるとされる。神殿は、鎌倉幕府から党を野葬を与えられて領主化した。 その子孫が、朝鮮に改めたのである。室町時代に入ると、のと畠山氏の家臣として仕える。長氏で、最も著名な人物は、第十九代当主となった超俗連。その息子で、第二十代当主、長綱連。第二十一代当主、長連流らの親子である。俗連は、のと穴水城主で、元は平かが修連の次男だったが、第十七代当主。 朝英連の養子となって、長氏を継いだ。俗連は、畠山義継の時代から畠山七人衆の一人として暗躍した。やがてのとに、織田信長の勢力が伸長してくると信長と義見を通じて、上杉謙信に通じた、湯札組みつらを中枢から遠ざけ、この高連と共に、洋君の畠山春大丸のもと、実権を掌握した。天正四年、 上杉謙信によるノット侵攻を受けるが、俗連主導の下七尾城に立てこもって一度は撃退する。しかし、天正5年、謙信の再進行を受け、その牢城戦の最中に城内で薬病が流行って、身体に急し、最後は、謙信と内通した誘殺グミツらによって、俗連、綱連羅町一族は大半が殺されてしまった。この時、 超一族で生き残ったのは、俗連の次男で信長のもとに、援軍要請に赴いていたために命拾いした、長連竜と、後連の抜死で、七尾城から乳母に抱かれて脱出した超菊松、丸のみである。後者は後に、京都成城院で僧侶となった。連流は、父や兄の死後、長氏の家督を継いで、織田信長の家臣となってのと攻めに、抜群の功を挙げて、父の仇である。 油殺組ミツを撃っている。天正10年に、信長が死去すると、七尾城主となった、前田利家に仕え、以後は、加賀前竹に侵入した。長氏は、前田家侵入後も鹿島軍の半分の3万3000国を、領有し、反大名状態だったが、連流の彦の少年の時代に、お家騒動を収集できなかったことから、前田綱則は、長氏の鹿島藩軍の領主権を取り上げた。 以後は、金沢在住の前田家重信として長氏は、存続した。維新後、長氏は男爵に除せられた。また、島田一郎ら五人と共に、東京の清井坂にて、大久保利道を暗殺した、朝連合や太平洋戦争当時、沖縄戦を戦った、帝国陸軍第32軍参謀長長、優中城は、長氏の末裔である。2013年、 34大当首の長商連が穴水町の名誉町民になった長氏系図判例。一太戦は実施、細戦は要紙。二構成の都合で出生順より組み替え。ありがとうございます。